ずロープウェイ、ここからロープウェイ登っていきます。待ってくれ。そんな、あと1分だなんて無理だよ。ドア閉まりますのでご注意くださいね。ドア閉まります。お待たせいたしました、出発いたします。あ、すごい、ここだね。あ、結構持ってきたもんね。はい、ではこちらで揺れますのでご注意ください。まもなく山頂駅に到着です。到着の際、こちらも隙間がありますので足元十分気をつけてください。足元ご注意ください。ちょっと前が見えなかったから残念でしたね。はい、ご乗車お疲れ様でした。こちら改札を出まして左側トイレ展望台、右側登山道になっております。すごい、こっちの方はこんな感じですね。現在の気温は16度。登山道入ります。すごいな、影になるところが全くないですね。はあ、今から正面に見えるあそこへ登っていくんですけど、後ろを見るとこんな感じです。すごいな、高さ感じる。割とね、風がね出てきましたけど、上の方に行ってね、どれだけ冷たくなるかがね、わからないのでね、防寒着は用意してきてるので大丈夫だと思いますけど。あ、鳥居が見えてきた。チャンス向け、もう少しで頂上かな。あ、向こうに祠も見えるな。やっぱり頂上だ。よし、くぐります。ありがとうございます。はい、すごい混雑してる、大渋滞だ。頂上からの景色です。下に見えたもんね。ここまで近づいてきました。降りてきたな。景色がもうカリカリだね。あっちからさっきね、あちらから降りてきました。結構下へ下がってきましたね。感じです。もうすっかり秋だ。
録です。今あそこね、ずっと降りてきて、あの小屋で休憩してね、お昼ご飯を食べました。で今からこちらのね、原画岳行ってみます。ここにリンドウの花も咲いてる。ススキみたいなのいっぱい咲いてるね、これ。これ。今向こうから歩いてきたんですけど、なんかすごいね、この岩。あっちの方まで。結構ここ、吸い込まれそうな感じ。地層が見えてるね。すごい駐車場丸見え。頂上からの景色です。すごい見晴らし。景色堪能しましたので、ぼちぼち下っていきます。慌てると滑、転びそうなので気をつけてね、下っていきます。行った人いましたよ。お気をつけてどうぞ。はい、ありがとうございます。今はここにいるの。こう降りてきてる。こっちへ来て、こ
温泉に行く予定でいます。またガラッと景色変わったな。いろいろな変化に富んだ山でね、面白いですね、ここは。避難小屋着きました。あそこ行ってきました。ここんな赤くなってきてるね。紅葉してるんだね。ここお水飲めるの？延命水。行ってきましたね。今日はこちらで泊まる予定になってます。ここがね、今日泊まる宿ですね。タバコ屋温泉。見てこの横、温泉サロンができるんだって。すごい、水が立ってる。じゃあ女性専用の露天風呂ね、行ってきてみますね。こんな感じのご飯です。朝の様子です。夜3時ぐらいにね、駅が来て星を眺めてみましたが、まあご覧の通り雲に覆われてて一つも見えませんでした。今日は霧雨の中での下山になると思います。朝食の合図の太鼓です。今から朝食食べに行きます。こちらが朝食です。今朝のご飯もチャウスだけです。いただきます。じゃあこちらのタバコ屋旅館さん、お別れです。あ、来てる、怖い。うわぁ、今日は気をつけてたよね。こんなそう、朝食で出てきたね、温泉様はね、多分ここでね作られた温泉卵だと思います。じゃあこんな天気の中帰ります。小さい避難小屋に着きました。あ、ここまでちょっとまたやっぱりねきつかったですね。朝起きたてっていうこともあるのでね、やっとシュリンカイはね抜けてきました。ここら辺来ると地面が濡れてる感じしないので、そんなにねひどい雨にはなってないようですね。暑かったのでちょっと厚めのカッパを脱いで薄いカッパに着替えましたけど、うわぁ、やっぱり何回見てもいいな、こういう景色はね。じゃあ中間地点の赤い屋根の避難小屋まで頑張って歩いていきます。赤い屋根の避難小屋まで
きました。結構風が強くなってきましたね。そしてこれ冷たくなってきた。ここは山の神様みたいですね。じゃあお参りしていきます。ロープウェイのね、乗り口からね、少し降りたところにある那須大丸ガーデン、こちらでね、お風呂入っていこうと思います。天然温泉、露天風呂。